この動画を最後まで見ると井口さんの歌のうまい理由がわかる。おっキングね理由。はいどうもこんにちは、スターバンドへようこそ。ミステリーという勿れ、めっちゃ面白かったレンです。はいどうです、こんにちは。いや見たかった見たかった、いや見たいやめちゃめちゃ結構久々にドラマでね、ちゃんとって言ったら真犯人フラグ考察やってたわけあの2つ2大ドラマ面白い、両方ミステリー系なんでしょ。そう両方ね、まあちょっとでもねミステリーという中では、うん、ミステリーというか人情系だった。へえ、人間性のドラマみたいな方だったんだけど、うん、その中でも主題歌がうん、めちゃめちゃ良くて、いやかっこいいっすねこの曲ね。そう主題歌のキングヌーの「カメレオン」の曲が良くて、もう最終回終わった今でもずっとカメレオン聴いてて、うん、ドラマ見てないけどカメレオンだけずっと聴いてる。あなるよね、体緑になっちゃう、いろんな色で。はいということで今回はキングヌーの「カメレオン」、早速ボーカル分析レッツゴー。今回の注目ポイントは2つ。はい、まず第1注目ポイントがカミソリエッジボイス。カミソリエッジボイス鋭そう。いやちょっと久々にね名付けたわ久々だっけこれだと思って、うん、カミソリのように鋭いエッジボイス。この曲のどこがそんなすごいのかっていうのをちょっとじゃあ今から流すんだけど、はい、まあとりあえず一回切ってみようか。1番 B メロの1分3秒の部分、映った君ののう、映った君ののう、最初のう、最初のう、歌詞のねうのところがエッジボイスがめっちゃカミソリの切らない、注意して一回来てみよう。じゃあ今日はああ心地いいっす。心地いいカミソリ、心地いい鋭さ。大丈夫、病んでない。切れてない。いやでもなんか心地いいんだけど、うの鋭さ。確かにエッジ入ってたね。だからでもなんかエッジが入ってるってだけじゃなくて、短い上に一瞬なのに目立つみたいな。このうつうた君の後にはもうの和がさらにカミソリ効いてて、こっちの方が分かりやすい。さらにそう和の部分が、いやまあすごい集中しないと聞こえないんだけど、それぐらい一瞬で鋭いけど目立つエッジボイス、カミソリエッジボイス入ってるから、じゃあその「うつった君」の後の直後の和に注目して一回聞いてみよう。いくよ。あ確かに一瞬だけど存在感めっちゃあるね。存在感ある。和の部分はめっちゃ短いじゃん。もう僕のもう今もやっちゃったけど、ほぼ 180%ぐらいかな。 80% ぐらいがエッジボイスの和。一文字のうちの 80% がもうエッジ。音感も短いしね。そう音感、音の長さがもう短い中で、さらに一瞬エッジボイスなのにねめっちゃ目立つから、まあ相当響かしてんだろうね。なるほど。だもう井口さんの中ではもうエッジボイス死ぬほど感じてる。エッジボイスにカメラをして擬態して、もうちょっと次行こうか。そう。とりあえずの迷子なって。とりあえずカミソリエッジボイス。ところがまず一つ。まあ他のところもエッジボイスめっちゃかっこいいのいっぱいあるから、注目して探してみて聞くと面白いのと、で次がもっとすごい。ここすごいポイント。なんだけど。ここすごポイントが超高音ビブラート。そんなの超高音ビブラート。いやそう高音だけに注目しちゃうんだけど、高音のビブラートがすごい。すぐ超高音なんで、しかも超わかんない。ホイッスル一歩手前ぐらいの。そんな高い曲だった。一歩手前。そう高くなるところがフェードアウトしていく。ボーカルの音がちょっと静かにして、なんだろう。音を小さめにしてんだよね。ほう。なんか目立たせたいのか高くないのか分かんないんだけどいやでもちゃんと多分ボーカルだけでレコーディング聞くと死ぬほど高いところをわーって歌ってる。超張ってそれをあえて音量小さくしてるみたいな部分があって、でそこのビブラートがすごいんだよ。また聞けてないわ。じゃあそこをまず一回流していきます。場所がラスト終わりの部分、最後の最後の3分のところのミステリーのリーってミステリーって伸ばすとこがあるミステリーって伸ばすところが本来はミステリーって絶対ないでしょ。そのリーの後半がめちゃめちゃいいビブラート、はい、てかまあそもそもめっちゃ高いんだけど、うん、めっちゃかっこいいから一回そこ注目して聴いてみよう。いくよ。あったねじゃなくて、ビブラート聞いたちゃんと。いやいや聞いてねえなと思ったけど、常田さんが出てきたよね。その井口さんの常田さんの主張がすごかったよ。リーのイーのブルーブルーをちょっと一回集中して聞いてみよう。じゃあいくよ。えげつない揺れ方でしょ。でしょ、集中してないと分かんないでしょこれ。でしょ、なんかすごい揺れ方してたよ。そう動いてたよ。そうだからかの有名なバイタルビブラートなんかの動画でやってたやつ、俺らの動画で自分が名付けただんだん、違う、しかもだんだんのトゥン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 、そんな感じ。そう後半めっちゃなってた。これがこの曲にめっちゃ入ってるの実は。めっちゃここ以外に多分ね、本当に数えてはないけど50箇所は入ってるぐらい。これみたいな、井口さんといえばこれなんだよ。そうなんだ。そうなんや。泡系のビブラート、めっちゃビブラート隠れてる。それめっちゃ隠れてるこの曲。カメレオンしてる。もう今日何それで最後までいくの。もうラストでしょ。一応言っといた方がいいかな。確かにカメレオンしてる。ビブラートがカメレオンしてる。おお、決まったじゃないですか。それはここもすごいんだけど、この直後、また直後なんだけど、フェイクの部分がもっと激しくなって、もっと高いところがある。もっとそうで、しかももっと静かに聞こえなくなってるから、めっちゃボーカル、井口さんのね、特に井口さんのボーカルにめっちゃ集中して聞くと、もっとブブブブブブブってなるとこあるから、この秒数3分6秒の瞬間に一回集中してビブラートめっちゃ聞いてみよう。いくよ。ふおっ、すごいねみたいなやつの、なんだろう、ここは喉というよりはお腹で、もう本当にこうやってる感じ。なんか井口さんってでもこうやって歌うイメージない？震えながら、そうあーみたいな。でもそれも入ってるの、体の震えみたいな。めっちゃ高音でしょ。なんか高音なんだ。気づかなかった。めっちゃ音ちっちゃくなって、いやなんで目立たせないんだろうってぐらい、世界観の邪魔しないようにだと思うんだけど、裏で超難しいことしてる。そうなんだ。楽器みたいな。そうだな。そうだっすね。驚きすぎて。そうっすね。なんか最初のビブラートもなんかギターやったらこうチョーキングでちょっと音外しながら上げていきながら、アームでぐるぐるぐるってみたいな。わかる。無理やり出してる感じする感じ。もう多分体でもう無理やりこうやってる。すごい。ところ、そうお腹でやってるんだけど、まあ基本はね。基本お腹プラスアルファで。もっとどっか揺らしてる感じ、井口さんは。いやがめっちゃ入ってるこの曲は。低いとこでも、そう低いとこでも高いとこでもこのビブラートが超入ってるから、そこに注目して聞くとめちゃめちゃ井口さんの凄さがね、より分かりやすく分かる。そうだろうね。全然気づかなかったもん今。そうでしょ。超高音っていうのが当たり前にあって、まずでプラスしてこれはもう本当考えられないぐらいすごいビブラートだから、井口さんはもうめちゃめちゃテクニシャン。やっぱり結局テクニシャン。やっぱり井口さんって手いらなかったね。だからまとめると特にカメレオンでは井口さんの声に注目するときに、カミソリエッジボイスと超高音のこの泡ビブラート。バイタルのいい。いやバイタルはだから大きくなるとこだけだから。そうか、そうバイタルはあそこだけじゃなくて、そのもうお腹だけじゃなくて、なんかもう全身が揺れる、震えるビブラートみたいなところに注目して聞くと、よりこのカメレオンの世界観にどっぷり沼にはまっていくと思います。確かに。はい、ということでで今回はKingNuのカメレオンボーカル分析動画でした。このチャンネルでは歌分析や楽器分析毎週アップしてます。ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマは面白そうなドラマ。ドラマね。そう、ちょうど今週、これが4月の2週目ぐらいに上がるとしたら、ね、ドラマめっちゃ始まるから。確かに1話が終わったぐらいの2人、そうだから1話見てみてめっちゃ面白そうだよってなったら、もうちょっとドラマが最近ハマってるからぜひぜひ教えてほしい。考察チャンネルで考察しだすかもしれない。ぜひぜひ面白そうなドラマ教えてください。もちろん感想やリクエストもお待ちしております。最後まで見てくれてありがとう。またね。優しい君は全て抱え何も言わずに支えてくれた。今回カミソリエッジボイスやったじゃん、それもしかもなんかカメレオンからめちゃめちゃ井口さんの歌がめっちゃうまくなったってあれだけど 髪が勝って、いやてか声めっちゃいい、そうよくなったって思ったんだ、けどね、もう最初から天才だわやっぱり。最初からそう出てきた時から天才。出てきた一言目、デビューシングルの一言目、始まり、もうカミソリエッジボイスだった。そう、プレイヤー X って曲なんだけど、もうそこのカミソリに一回注目して聴いてみよう。じゃあ最後いくよ。始まりそうしよう。確かに息遣いがもうちょっと怪しかった。そうそう、まだ流さない感じで。じゃあいくよ。ほい。いやすごいねこれ。すごいねこれ。いやこれデビューシングルだから。すごいねこれ。もともと紙だった。もうすでに10年ぐらいやってましたぐらいの貫禄がある。